いや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 、陰謀論者オタケビジです。なんだって？このチャンネルは陰謀論者が集まるたまり場らしいよ。で、我が輩 G も陰謀論者。そしてコメント欄に、どっちかっていうと嬉しいコメントっていうか、分かってくれてるんじゃないのっていうコメントを書き込む方も陰謀論者なんだって。どうする？困ったね。陰謀論者だらけ。なわけねえだろ。このノータリンのノ、お前だよ、ノータリンのノ。まあいいや。ということで、今回はですね、ちょっとまあね、ロシア軍が、ウクライナの、とか、キエフだっけ？あそこの、まあ、小児病院を狙って、攻撃したと。ね。まあ、いろいろと報じられていますけど、まあ、故意的にね、民間施設を狙ってやったんだと。とんでもないと。まあでも、そうだったとしたら、っていうか、今、そうだっていう風になってますから。それはダメだよね。それは、ロシア、言い訳できない。無理。すっごい、強力な、ミサイル飛ばして、やるなんて。とんでもない。それはとんでもない。ま、ってことで、一方で、ちなみに今日も3分じゃないから、もう今日ゆっくり、マイペースで喋らせていただきます。陰謀論だから。一方でね、これはね、ウクライナとか NATO がね、使ってるノルウェーの防空ミサイル。ノルウェー製の、誰か噂してる。陰謀論者が喋ってるって、噂してる。ってことでね、どこで話したっけ？そのノルウェー製の、防空ミサイルが弓道を外れて、もしくは故意的に弓道を反らして落ちたんじゃないかって。確かにロシアが持ってるあの強力なミサイルだったら、木っ端みじんで建物なんかも全部残ってませんよ。陰謀論だから。我が輩陰謀論者だから。ということもあるかもね。陰謀論だ。でね、また別の話なんですけど、実はウクライナで、治験、いろんな世でも知りなお注射の治験が、子供たちで治験しているという、ある、ファイーースタッフっていうか、元スタッフなのか分かんないけど、言っちゃってると。ウクライナでやってますよと。5歳から11歳だったかな。 でも本当は前は12歳以下はダメだったんじゃないかな、確か。この我が輩の情報ではですよ。でもゼレン君が頼まれちゃったからしょうがないから、いいよ、5歳から11歳までどうぞ治験してください、いいですよ、もちろん情報も差し上げます、大丈夫ですってことらしいんだよね。ってことは、これ最近だから証拠隠滅、例のやつ証拠隠滅、ロシアとドンパチしてる間に都合の悪いところ全部ぶっ壊す陰謀論だから。ということです。言葉選ばないとね、陰謀論者だから。なわけねえだろ。ノータリンのノ、お前だよ、お前。この我が輩 G のチャンネルに文句言うだけだったらまだしもですね、せっかくコメントをしてくれてる方になんだ
すいません、失礼しました。おたけび G も脳足りんです。でもね、陰謀ってあるもんね。人ってさ、結構自分のことしか考えない人って多いからね。っていうか、もう元に戻れないよって思ってる人も多いもんね。正義とか自由とか平和とか言うのは簡単なんだけどね。はい、ということで陰謀論者おたけび G の話でした。でもあれはロシアのミサイルだよ。写真あるし。タイミングよく誰が写真撮ったんだろうね。そこに落ちてくるって分かった。確かに1発目が落ちた後2発目が来て3発目が来たから、たまたま映像に映せることが、映像に撮ることができたのかな。でも1発だけのミサイルだったら映像があるの変だよね。なんかね、分かんないけど陰謀論だ。しつこいようだけど陰謀論だから。でも仮にその映像フェイクにできるよね、今の技術だと。これも陰謀論だから、これも陰謀論だから、しつこいけど、もう一回言っとこうかな。ノータリンのノー、お花畑の陰謀論者おたけび G でした。No.